ラックボックス信号健在。生命活動の継続を確認。ポット、チェックモジュールとロンリウイルスワクチンを。信号はバンカーに送ったから救援はすぐに来ると思う。ありがとう。我々は同行していたヨルハキ隊 9S を捜索している。情報があれば提供してもらいたい。どんな情報でもいい、お願い。 9S、 あなたと一緒にいた男の子、あの子なら確か爆発時に飛ばされてた。方角は落下予測地点のデータを渡す。ありがとう。救援部隊が来るまで安静にしていて。目標地点の情報を入手。マップにマーク。Thank you.
早速スキャナーにブラックボックス反応があるな。これは便利かもしれない。捜索機体の 9S は海上で巨大爆発に巻き込まれた。提案、水没地帯での 9S 捜索。了解。それにしてもなんだか今日のポッドはよく喋る。皇帝、私は支援ユニット、必要に応じて会話を行う。提案、 2B の自発的会話を増やすこと。否定する。ここが 9S の落下予測地点。微弱なブラックボックス信号を検知。地下洞窟内方向からの受信。こんなところにアンドロイドの遺体。ブラックボックス信号は検知できず。
報告。ナイン S の信号が発信されている位置から遠ざかっている。道を間違えたか。戻って別のルートがないか調べよう。こんな奥まで 9S が入ってきてるのか。警告、敵の罠の可能性。罠でも構わない。ケイ素と炭素が含まれる結晶状の物質。詳細についてはデータ不足の。どうして死体が。ヨルハブ隊員が自力で侵入した可能性は低い。予測、意図的に敵によって配置されている。ようこそ我が町へ。私は、私たち機械生命体は人類に脅威がある。愛や家族、戦争や宗教、人類の記録を読み解けば他に例を見ない複雑さに魅了されるばかりだ。この町もそうした人類への渇望が生み出した場所の一つ。君たちアンドロイドの墓場にはもったいない崇高な場所だろう。私たちは人類の特徴を学び模倣する。
あるものは愛を、そしてあるものは家族、そして私は気づいた。人類の本質は問う。戦い、奪い、殺し合う、それが人間だ。その口で人類を語るな。崇拝する人間たちのことを悪く言わない。気を悪くしたか。だがそれが真実。私は人類の本質に到達した。ネットワークにつながれた私たち機械生命体は、だが無限に続くデータ、生の実感はない。死の単位理解できない。だから私は命を懸けて戦うことにした。ネットワークから自分を切り離した。さあ殺し合おう。ナインエースを探す。ああ、ナインエース。たまらないよ。君のために用意したんだ。戦うためにはそれにふさわしい理由が必要だろう。貴様殺す。そうだ、その感情憎悪だ。
さあ、もっと楽しませてくれ。
そうか。ナインエスは大変だったな。言われた通り、ボディごと君たちの司令部に打ち上げとくよ。ありがとう。え？何か？君の口からそんな言葉を聞くなんて意外だな。まあいいさ。あと伝言がある。君たちの司令部が連絡を欲しいってさ。分かった。こちら 2B、 司令官につないで。あ、 2B さん、了解しました。ちょっとお待ちくださいね。 2B か。敵機械生命体、コードネームアダムの破壊、ご苦労だった。分析の結果、奴らのネットワークシステムの半数をアダムが管理していたことが判明した。ネットワークを破壊された機械生命体は弱体化するだろう。司令官、ナインエスは？ナインエスはこちらでデータオーバーホールを行う。問題がなければまた君と同行してもらう予定だ。よろしくお願いします。ナインエスが動けない間、君には別の任務を頼みたい。内容をメールしたので確認してくれ。了解。報告、アクセスポイントからメール受信の連絡。機械生命体たちの投稿かって言っても、出会ったらすぐに殺しそうだけど。提案、同族である機械生命体パスカルからの情報入手。なるほど、パスカルなら何か知ってるかも。もしもし、聞こえる？パスカル。ああ、 2B さん、どうしたんですか？最近の機械生命体の動向について何か気づいたことがあれば教えて。最近の機械生命体の動向ですか。そういえば2日前、中央ネットワークから外れた機械生命体たちから和平協定の連絡がありました。和平協定？ええ、ネットワークの支配から逃れた者たちがこの村と同盟を組みたいと。ならパスカルの村に合流すればいいだけなんじゃ。いえ、すでに大きなコロニーを作っているそうです。コロニー？はい、廃工場に逃げ込んでいるようです。興味があるようでしたら場所を転送します。お願い。私もそろそろ話しに行かないといけないと思っていたので、現地で合流しましょう。了解。目標地点の情報を入手。マップにマーク。
聞きましょうか。同盟を結びたい機械生命体はこの奥にいるそうです。しかし気をつけてくださいね。我々機械生命体は危険ですから。自分たちが危険？ええ、客観的事実です。ネットワークから切り離された私たちはお互いの情報を共有していません。言葉を交わしても本心とは違うかもしれませんので。言葉か。ようこそ神の宿る場所へ。こちらの通路をお進みください。じゃあなんでついてきた？トーリーさんにここを紹介した以上、責任を持って最後までお付き合いする必要がありますので。一応感謝しておく。あちらの扉を開くと教祖様のいらっしゃるお部屋です。教祖様に私たちはお導きいただいたのです。この地上から苦痛と戦争がなくなりますように。和平交渉についてお話をさせていただくために。教祖様は神になった。神になった。教祖様は神になった。神になった。教祖様は神になった。神になった。私たちも神になる。神になる。私たちも神になる。神になる。君たちも神になる。神になる。君たちも神になる。神になる。君たちも神になる。神になる。みんなで死ね。神になる。やはり私の予測は的中したようですね。しかし興味深い。こんな特殊な思想を持つ機械生命体は。ことはありません。きっと貴重なサンプルとして。いいから逃げる。バンカー、こちら 2B。廃工場跡地で適正機械生命体と遭遇。脱出ルートの確保を要請。通信環境が不安定。
救援信号ルーパー人。了解。くそ。君たちも死ぬためになるのだ。思考の世界は素晴らしい。死ぬこと最後の平和なのだ。死んで神になれ。みんなで神になろう。俺たちも神になるが悪いんだ。
通信環境が不安定で転送は使えない。
そのまま真っ直ぐ進んでください。了解。
ートのロックを解除しました。先に進んでください。わかった。
までのルート確保完了です。ありがとう。通信環境が不安定で転送は使えない。これからどうやって生きていけばいいの。敵本体にエネルギーシールドを確認、物理防御シールドを確認。報告、遠距離攻撃、近接攻撃ともに効果なし。どうすれば。本工場から大量のエネルギー供給を確認。推奨、エネルギー供給源の破壊。ナイエス、今遭遇してる大型機械生命体が。大丈夫です、モニター合ってました。工場の電力を落とします。お願い。システム掌握率 80%。 トゥビー、あと少しです。 90%、 92、 95、 98。 電源供給を停止させました。トゥビー。敵機械生命体のシールド解除を完成。
Thank you.